どうもアガポニです。今回はこの鐘を鳴らしながら動いている大型生物が何なのかという点と、まあそのこれが生物なのかどうかっていうのは置いときまして、特定のボスを倒した時にね手に入る追憶、これが何なのかという基本を踏まえつつ、追憶の複製やおすすめなんかを紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、ではまず追憶とは何かというところから簡単に説明していくと、特定のボスを倒した時に手に入る交換専用のアイテムになってます。例えば最初の方のボスゴドリックを倒した時には継ぎ木の追憶というのが手に入りますが、こういったアイテムのことですね。でこの追憶をどこで何と交換できるかというと、円卓のここにいる指読み円矢に渡すことで交換できます。交換できるアイテムとしては、追憶1つに対して交換候補が2つ出てくるという2択になってます。なのでどちらか1つを選んで交換するということになるわけですね。ちなみにこの追憶はインベントリ項目から使ったり売却したりといったこともできます。その場合は数万ほどのルーンが手に入ることになりますが、ルーンはね他に大量獲得する方法があるので、使う用途としては交換で使った方がいいですね。追憶の交換でね2択を迫られるので、どっちに交換しようか迷ってしまうこともあるかと思います。ただこの追憶はね複製して増やすことができます。すでにね使ってしまった追憶も含めて複製できるので、その追憶で交換できるアイテムが2つとも欲しいといった場合は、複製することで両方手に入れることもできるというものになってます。というわけでその複製方法ですが、ここでねあの大型生物が必要になってきます。この生物の足をよく見てみると、こんな感じのドクロがねたくさんくっついています。でこのドクロは攻撃することで落とせるので、落としていくと、ちなみに足踏みに当たるとそれなりのダメージを受けるので、踏まれないように注意しながら落としていく必要がありますね。意外とねたくさんついているので、広範囲攻撃ができる武器があると楽かと思います。ただついているドクロを全部きれいに落とす必要はなくて、ある程度落とすとこんな感じで崩れ始めます。でこの大型生物の中心はですね、霊廟、いわゆる霊を祀った建物がねくっついていまして、これが落ちてきて動かなくなります。ちなみにですが、霊廟の真下にいたりなんかして潰されてしまうと、まあ、当然ですが力尽きますね。で階段を使って中に入れるので入ると、中に遺体がありまして、これを調べることで追憶の複製ができるといった仕組みですね。ただ一つの霊廟でできる複製は1回だけになってます。なので他にも複製したい追憶がある場合は、他の霊廟に入る必要があるということになりますね。それと私もこの動画を作る途中にね調べていて分かったことなんですが、霊廟には鐘がついているものとついていないもの2種類あります。この違いですが、鐘なしの霊廟は一部の追憶が複製できないようになってます。なので鐘付き霊廟を使うときは、こっちでしか複製できない追憶を優先した方がいいということになりますね。私が確認した限りではですね、継ぎ木の追憶、満月の女王の追憶、王徳の君主の追憶、星砕きの追憶、異味王の追憶、血の君主の追憶、腐敗の女神の追憶の7個が鐘なしでは複製できませんでした。まあ、いわゆる大ルーンが手に入るボスの追憶になるみたいなので、この7個をね複製する場合は鐘付きの霊廟の方でした方がいいということになってくるかと思います。追憶はね霊廟で複製して増やせるので、2択アイテムを両方獲得できるという仕様は把握できたかと思います。ただ存在する追憶は15個ありまして、霊廟に関しては7個なんですよね。なので霊廟を使って複製していったとしても、全ての追憶を複製することはできないということになってきます。もちろんね2周目をプレイしていけばもう一度追憶は手に入るので、それを使っていけば全てのアイテムを手に入れるということはできます。ただその点を踏まえまして、何
易度が高いボス、たどり着くのに時間がかかるようなボス、こういったボスを繰り返すのは辛いと思うので、1周目で優先して複製して2択アイテムを両方手に入れてしまっておけば、面倒なボスを省くことができて楽になってくるというわけですね。というわけでこの観点でのおすすめになりますが、ラスボスよりも強いと言われている強ボスマレニアから手に入る腐敗の女神の強く、それとイベントを進めてたどり着くまでに時間がかかるライカードやアステールから手に入る冒涜の君主の強く、暗黒の落とし子の強く、このあたりになってくるのかなといったところですね。2周目に入るとですね、敵の強さは上昇する仕組みなので、このあたりを考慮しておくといいかと思います。とはいえ特に2周目のプレイ予定がなかったり、追憶報酬のアイテム制覇なんかは狙っていないと、プレイスタイルとかね好みはいろいろとあると思うので、最終的には自分が使いたいと思うものを選択していくのがいいかと思います。最後に追憶交換で手に入るもので使える戦技を3つほどピックアップしておきます。まずはボスアステールから手に入る暗黒の落とし子の追憶で交換できる戦技、暗黒波ですね。これは武器を地面に突き立てた後に周りに3回の暗黒波を発生させるという技になってます。これねポイントなのは、自分は1回の武器突き立て動作で3回攻撃が発動するという点ですね。1回突き立てた後は自分は動けるので、連続で突き立てれば暗黒波の連続攻撃を繰り出せるというものになってます。なので周りにいる大量の敵をまとめて倒したいような時に有効な技になってますね。こんな感じでね、連続発動ができるものになってます。2つ目はボスラダーンから手に入る星砕きの追憶で交換できる武器、星砕きの体験ですね。この剣は両手持ちで二刀流になるという特徴がありまして、こんな感じでね普通に攻撃するだけでもかなり強いです。その上で戦技がこれですね。この戦技は1段階目で引き寄せながらダメージを与えつつ、2段階目で範囲攻撃を叩き込むというものになってます。雑魚敵がね多くいるような時に発動すると一気に倒せるので、攻略かつルーン稼ぎなんかにおいてもかなり役立つ武器になってます。こんな感じでね、ちょっと離れている敵もかなり引き寄せるという効果を持ってますね。3つ目はですね、ラスボスを倒すことで手に入る武器になってます。この後ね実際の武器と戦技を紹介するので、もしそのあたりのネタバレを避けたいという方はこの後飛ばしてもらえればと思います。では行きます。3つ目はラスボスを倒した後に手に入るエルデの追憶で交換できる武器、神の意見ですね。この武器の戦技は黄金波というものになっていまして、これですね、見ての通りですね、前方かなりの広範囲にわたる波動攻撃になっていまして、しかも火力も高いと、こんな感じでねかなり使える戦技になってます。さすがラスボスを倒した恩恵というところではありますね。これがあれば2周目以降の探索ルーン稼ぎはかなり楽になってくるかと思いますね。はい、という感じで今回は追憶関連の情報の紹介でした。この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。